どうも、いつもアートのいつもです。はい、今回はですね、前回は真正面から見た車の描き方のコツをご紹介したんですけれども、今回は少し角度をつけた車の描き方のコツをご紹介していきます。で、コツを紹介といっても前回とほとんど同じです。当たり線を目安にして描くというものです。はい、で今、丸で4つの線を印つけてあると思うんですけれども、とっても小さいんですけど見にくいかと思うんですけれども、この印をつけた線が、当たり線になります。前と横側ですね。で、その当たり線を目安にして今、窓を描いてますね。この当たり線があるのとないとでは、だいぶ描きやすさが変わってくると思います。はい、今タイヤの、出てる部分ですね、その、枠も当たり線を目安に描いてます。もちろん参考にしている画像を見ながら描いてます。でもですね、これ慣れてくると実際にある車ではないんですけれども、自分が考えた車とかを描こうとしたら、参考にする写真とか車の写真とか別に見ないでも描けれるようになります。はい、でも何度か描かないとちょっと慣れてこないんですけれども、ちょっと1、2度描いたからすぐ描けれるようになるということはないので、そこだけちょっと注意してもらったらいいかと思います。はい、でもさっき言った自分のオリジナルの車を描く際は慣れてくると、画像とか見ないでも描けれるようになりますとは言ったんですけれども、でも一応自分は何て言うんですかね、念のためっていうような感じで、車の画像とか写真とか手元に置いて自分のオリジナルの車とか描く際でもそんな風に手元に置いて描いた方が、出来は余計もっと良くなったりします。はい、今回は3パターンですね。これは左上に完成図がありますが、巷でいう旧車っていうんですかね、ちょっと古い車ですね。古い車って結構、四角いって言いますか、角張ってるんですよね。最近の車ってあれですよね、丸みを結構帯びてますよね。で、自分は、こういった旧車を描くのが好んで描いてるんですけれども、旧車とその最近の車を描いててちょっと気づいたんですけど、バンパーってありますよね。旧車のバンパーは見てすぐ、あ、これはバンパーなんだっていうふうに分かるんですけれども、最近の車はバンパーが車体と一体化してるんですよね。例えば塗装色もですね、車体と同じ色、例えば赤
赤い車だったらバンパーもそのまま同じ色でやられていて、でまた、バンパーのデコボコって言いますか、そういったものもないんですよね。車体の流れでそのままなんかバンパーが作られてるっていうような感じなんですけど、旧車は本当車体、そして車体の上にバンパーがくっついている。で色も車体には塗装されてるけどバンパーには塗装されてなくて、ちょっと鏡みたいな加工になってるとかなってるんですよね。だからあそうかと思って、最近の車はバンパーが一緒になってるのかって最近になって気づきましたね。はい、あで旧車の方はもうそろそろ完成ですね。でお次は最近の車の形をちょっと描いていきます。今回はちょっと、14分以上のちょっと長丁場になるんですが、はいはい。でこれが最近の、感じの形ですね。はい、また当たり線を4つ4本描いてから描いていきます。はい、自分はこうやって描いた方がちょっと描きやすいんじゃないかなと思って、紹介していますが、皆さんの今これ、楕円の丸を描いてますよね。これはなぜかと言いますと、さっきの旧車は角張って、大まかでいったら四角いんですよね。だから先ほどの当たり線だけでいいんですけれども、今回のこの、ここでは新車って言いましょうね。新車の方は前の方が丸みを帯びてますよね。で先ほどの当たり線で四角いように表現するだけではちょっと描きにくいと思って、でそれに加えてちょっと楕円の円を、はい、楕円を描いて丸みが、フロントって言いますか、フロントの丸みを表現するための目安として楕円を描いてます。そうした方が、ヘッドライトとか描きやすくなるんじゃないかなと思ってやってます。はい、でですね、先ほどの話に戻るんですけれども、戻りたいと思ったんですけど、ちょっと何言ってたかちょっと忘れましたね。何だったっけ。あ、まあいいや、思い出したらまた言いましょうね。はい、はい、結構こう新車の車って結構丸みを帯びてますよね。もう流線形って言いますか。で先ほど言ったように旧車の、旧車はバンパーとかはっきり分かるんですけど、新車はやっぱバンパーがもう車体に一体化されてるんで、膨らみとかこの楕円を目安にして描いてますね。はい、あ、さっきほど何を言おうか忘れたって言ってましたけど、今思い出しました。自分は当たり線4本を使って描くのがちょっと、描きやすくなるんじゃないかなと思って紹介してるんですけど、もし、見ている方でちょっと難しいなと思われる方とかいるかと思うんですよね。自分の描き方に合ってるかどうかとか、そういったこともあるので、必ずしもこういったものが正解とかっていうわけではないので、もしよかった
こういった描くものは全般に言えることなんですけど、自分に合った描き方を探すことがまた結構重要なことだと思うので、皆さんでまた自分ご自分で、描きやすい描き方を探すでもらうことも、大事かなと。ちょっと今グダグダになってますね、はい、でも本当描き続けていけば何か発見できるので、諦めずに描いてください。自分も最初の頃とか全然もう車の写真とか見ながら描いたりしたんですけども、全然もう自分が思ってるようなものに全然近づけなくてイライラとかしたりしたんですけども、でもそれでもちょこちょこっともうやめずに描き続けていけばどうにかここまでは、来れました、はい、で今回は、今やってるのはあれですね、後ろから見た車ですね。実は自分は前から車を描くのよりは後ろ姿を描くのが好きなんですよね。なんか後ろ姿を描くのがまたちょっと簡単と言いますか、簡単でもありますし、また結構車って後ろ姿とか、結構個性が出てますよね。それが、簡単でまたその車の個性が描けるというところが好きで、結構、後ろ姿とか描いたりしてますね、はい、で先ほど言った当たり線4本同じようにやるんですけども、そば側ですね、横側って言いますか、ドア側ですね、そこの当たり線ちょっと奥に行くにつれて何て言いますかね、パースって言いますか、遠近法と言いますか、はい、2本の線がだんだん奥に行けば行くほど、くっつきそうな感じで線を引いてますね、はい、そうすることで遠近法ってありますよね、よくパースとかって言います、はい、パースがつくので、はい、結構これ難しいんではあるんですけども、大体の目安で、はい、また、きっちりパース遠近法をつけたいっていう方も結構いると思うんですけど、自分の考えでは、曖昧でいいんじゃないかなと。この遠近法にあまりにもとらわれすぎるとまた絵が崩れたりするんですよね。一応自分がちょっとまだ技術的に力を持っていないせいでもあるんですけども、ちょっと前輪ですね、前輪のタイヤをちょっと曲げて普通の丸を描いてちょっと曲げ、ハンドルを切ってるっていうような感じで描きました。そうすることでなんとなく動きのある車の絵になるんじゃないかなと。でまた結構この今後ろのタイヤですね、後ろのタイヤのようなこの形って結構難しいですよね、描くの。それと比べて前の車、前輪のタイヤは丸なので簡単かなと。